じゃんけんぽんちゃん。はい、今日も朝から仲良しです。背中越しになっちゃうけど、ぽんちゃんぽんちゃん、はい、行こう。はい、じゃんくんもね。はい、差し入れでございます。差し入れ開封動画。はい、よいしょ。これはオープンマイクの時に、いただきました。ジャン君のかぶり物、かぶり物じゃないのかな。かぶり物っぽいけど、あれ、あ、これ耳出るってこと。あー、なるほどね。耳出る。太陽ペット、トイプードル、マルチーズ、柴犬、ビーグル、猫など。なるほど。あ、こうなんだ。どこが入るの？違うと思うよ。だからこうで、ここを顎をこうで、ここからお耳が出て、はい、かぼちゃかと思ったら、おみかんじゃない？おみかん、うん。おみかんです。ね。このような感じになるそうです。ふんふん、おみかんで。はい、そしてクリスマスオーナメント、ありがとうございます。ありがとうございます。飾り物。いただき物でどんどん増やしてる、これはお正月だね。そうです。なんかお正月用とクリスマス用、ちゃんとさ動画作んなきゃね。せっかくあの、うん、いただき物いっぱいもらってるから、こんなんだよみたいな。かわいい。ほらね、ざっくりみたいな、こんなんじゃなくて、うん、今はそんなには飾ってないんだけど、ちょっとね、最近さテレビによく YouTuber さん出てくるけど、うん、みんな努力してるもんね、うん、あの受けようと思って動画の編集もしっかりしてるけど、うん、うちあんまりしないからな。そうだね、うん、まあした方がいいのかどうかわからないけど、まあイベントっぽいやつはちゃんと作りましょう。はい、ということで来年ネズミ年だからね。はい、クリスマス。これなんかすごい七福神。これ何抜き七福神だから、いつもねこれ、はい、あの、あ、これはぶら下げるタイプで、あの令和のやつとか立てかけるやつでしょ、はい、私あんまりこのシリーズってさ、うん、あんまり近所で見かけたことないのね、うん、このこういうなんかなんていうの、フェルトというか、ね、フェルトっぽいやつでオーナメント、すごい、なんかしっかりしてるよね。こんだけ数があったらいっぱい飾れるんだよね。あ、でもなんか飾るスペースがないんだ。この壁を利用しますか、ここ白いところね。本当はここに棚をつけてこう猫が遊べるようにっていうふうに考えたいんですが、まだちょっといろんな都合でね。これはジャン君とポンちゃんのおもちゃかな。あ、猫じゃらしって書いてある。タイの猫じゃらし。クリスマス猫じゃらしとお正月猫じゃらし。そうこういうこともあるのね。ほら見て、はいはい、にゃんこがついてる柏じゃなくてなんだっけ、鏡餅と、こちらはツリーになります。はい、ツリーになっててプレゼントがいっぱいついてる。はい、でもボロボロにされるってことだよね。そうだね、ちょっとかわしそうだけど、うん、しょうがないね。はい、どうもありがとうございます。グッズいろいろ。はい、さらにですね、こちらは
パパ向けだなきっと。何これ、あ、ガラナ聞いたことあるぞ、函館ガラナ、いわゆるコーラっぽいやつってことだよね。そうだね、はい、うん、なんかあれじゃない、変なのが好きって言ってたからさそうだね、飲み物が変わりだね、炭酸飲料。そしてこれは、それはコーヒーの、うん、なんだっけ、こんにゃく畑。コーヒー味、コーヒー味のこんにゃく畑なんてあるの、初めて見た。ジャン君が興味を示しました。君たちのじゃないよ、あ、ここにね、あのおもちゃあるからね、クリスマスに開けようね、はい、これ、これさ、そして開けると匂いが、そうだね、これは例のやつ、生配信での、話題の黒ニンニクねえ、風邪をひかないように、ありがとうございます。ありがとうございます。後で食べよう。すごいね。これ焼いたりすればいいのかな、え、普通に食べられるんじゃないの、あの酢につけてなんかすると黒くなるって。調理にも使えるのかね、それともこのまま食べるよう、皮を剥いて手軽に食べて元気な一日。そうだね、このまま食べる系、そういうことなんだね。ごめんね、ちゃんくん、そこ袋とか置いてある。ありがとうございます。ありがとうございます、これでインフルエンザもぶっ飛ばすっていうことですね。そう、黒犬母も食べられるしね。そうだね。お、はい、こっちは私よ、ルイボスティーって書いてある。なんだそれ、お、あのルイボスティーって流行ってるよ。お茶なのよ。あ、これなんか、これお買い物の時に使えるやつ、うん、ほら、あ、本当だ冷たいものを入れられる保温機能ってことですかね。そしてチョコ餅なんでしょうか、これマシュマロかな、口どけ滑らかチョコ餅、そうだね、うん、そうなのかな。そしてこれ大好き、黒犬大好き、あ、チロルチョコチョコ餅って書いてあるよ。チロルチョコなんだ、柔らかい感じのチロルチョコがあるのね。コーヒービーンズ、チョコですね。あ、はいはい、黒犬好きなやつね。そしてこれ言ってたやつね、例のやつこんなでっかいのなんだ、チョコベビー、チョコベビー懐かしいね。どうしても黒犬は一粒ずつ食べてしまうという貧乏症の話でしたね、タワラ型のね。そしてこれはバナナチョコ、面白グッズ集まりました。これなんだろう、このこれ初めて見るチョコ、バナナチョコ、ん、何これ、開けてスポッて、あら、スポッてできなかった、うん、ちょっと開けてみます。お、ん、ジンジャーエールオリジナル、ジンジャー、こんな色のジンジャーエール、なんか高級そうなジンジャーエール、ちゃんとしてるジンジャーエールってことですね。これもちょっと楽しみですね。え、すごいね。はい、同じ方からこれだけのものをいただいてしまいました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで何日か食いつなげますそうなの、ジンジャーエールを飲んで食いつなぐ、そんなニンニク食べて今日明日です。どうもありがとうございました。さっきちゃんくんがちょっとこの辺を物色していました。はい、動画に撮れたら撮りますね。うん、はい、ジャンくんもお礼を申し上げております。どうもありがとう。でございます、今日届きました。何なんでしょうか。はい、説明書的なのはないのかな。おもちゃも入ってるよ、ダンボールでできたキャットハウス。そうだね、だそうでございます。うんうん、なんか面白いね、窓のとこが。これそういえばさ、まおいママさんが昔作ったやつ、手製で作ったやつ、そうだね、あれを、まあ、形にした、ちゃんと商品化したようなやつですね。そうだね、
こうやって作ってもらえればいいのにね。すごい人気だったんですよ、マオイママさんお手製のやつは。全くボロボロになって捨てちゃいましたけどね。はい、ということでこれは組み立ててみないと。そうだね、ここだけ見ない、うん、こんな感じ、窓が開いていて、あ、こっからジャン君顔出すよね、可愛いんだよね、きっとね、うんうん、そしてこちらは入るとこだね。そうだね、入り口。はい、ちょっとあんまりガタガタして壊すといけないので、うん、組み立て終わったらね、はい、後ほど組み立ててお見せします。それプラス猫じゃらしでした。はい、どうもありがとう。そしてコーヒービーンズを食べます。こうやって折ってね。できてるね。説明書なしでもマオイママさんがささっと作りました。そしてここはやん、はい、こうかな、こうなんですね、きっとね。先に入れた方が良かったかな。入んない。同時に2個入れるのがコツだと。そうだね、はい、できた。主婦でもできる。こうやって折ればいいのかな。5分でできたね。そうだね、はい、出来上がり、はい、これはなかなかこうやってね、見た目が面白い、綺麗に出来上がるっていうのもあるんだけど、作りやすいっていうのを、ね、計算して作るのは大変だと思います、うん、これはよくできているキャットハウスです、はい、どうもありがとうございます。はい、中に入ったじゃあこの中に爪研ぎを入れると絶対入るね、うん、はい、いろいろなものをもらいましたよ。あら、ジャン君かわいい。お家の前にいるジャン君かわいい。かわいいかわいい、ジャン君。あ、向こう向いちゃった。ん？ジャン君。なんだ？入んないの、ジャン君。うち入ってもらうよ、ジャン君。それはニンニク。かわいい。ジャン君かわいいの。ジャン君。はい、入りました。やりたの。
いいんですか。もう子供じゃないのね。でも、はい、ポンちゃん。ポンちゃん入りました。いい感じ、ポンちゃん。はい、次々入ります。そしてポンちゃんはこういうので遊んでくれるかな。今ちょっと入ったばっかりだからね。ちょっとどうなかなってちょっとクンクンしていますよ、中を。お尻に当たっただけでした。はい、はい、できた。いいね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんのお家だよ。いいね、ポンちゃん。はい、教会みたいだね。ちょうどね、これがついたしね、うん、いいね、ポンちゃん。二人とも大人か。大人になっちゃったのか。そっちでやってたの。ふんちゃん、爪研ぎ入れてくれたんだよ。そうだよ。爪研げば。ちょっと新しくなくて申し訳ないですけど、後で買ってきますんで。お湯は後で買ってきましょうね。